今開催中の東京ラーメンフェスタ。全国各地のご当地ラーメンが勢ぞろい。イベント会場では海外からのお客さんも結構来てるんですよね。ラーメンは世界で一番おいしい食べ物よ。多くの外国人観光客が日本のラーメンの虜になっていました。オーストラリアから来たこちらの男性が食べているのは、濃厚な鶏白湯魚介スープがやみつきになるネギチャーシュー麺です。すごく美味しいよ。濃厚だ。ラーメンは日本が最高だよ。あまりの美味しさにわずか5分ほどで完食。さらに美味しそうだ。行列ができているから美味しいはずだ。肌寒い中、行列に並び2杯目に選んだのは味噌ラーメン。明日帰国するという男性、日本のラーメンが名残惜しいのか。少し散歩して戻ってきたらもう一杯食べたいんだ。そしてわずか15分後、戻ってきたよ。ラーメン食べるぞ。なんと1時間で3杯のラーメンを完食しました。外国人を魅了する日本のラーメン。イベントは来月4日までです。